今日杉村、今週は少年野球をお送りします。第3回読売多摩ジャビット杯少年軟式野球チャンピオン大会の決勝戦をご覧いただきます。決勝戦に進出したのは羽村ドルフィンズ対昭島ヤングライオンズです。そして今日もおなじみとなりました TCN スポーツアドバイザーの松岡弘さんにお越しいただいております。松岡さん、解説よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。もうプロ野球はオフシーズン入っているんですが、少年野球はもう真冬でもそうですね、いっぱいに毎週大会が行われています。本当に子供は風の子ですね。そうですね、でこの大会もですね、ちょっと雨でかなり伸び伸びとなってしまって、ようやく、この日決勝戦が行われるということになりました。こちらはみずほの町営野球場、結構いいグラウンドです。あ、そうなんですか。今丸ボールは返ってきません。いきなりホームラン、先頭バッターの細谷、2球目を叩いてセンターオーバー、素晴らしい当たりでした。いや、これはもう打った方を褒めますね。素晴らしい打球がセンターを襲ってきました。というのはね、やっぱ打席に入っても相当プレッシャーかかる。さあ、ゲームは進んで終盤6回の表に入っています。羽村ドルフィンズ、打順よくトップの細谷から、細谷はホームランとフォアボールです。2対0とリードしている羽村ドルフィンズ。さあ、残す攻撃もあと6回7回と2イニングとなっています。でも5回の裏ね、ドルフィンズきっちり抑えてるから、そうですね、試合の流れ掴んでんでね、だからヤングライオンズの方は攻撃の方に慌てが出るというイニングでもあるし、ここで守りで1点2点取られちゃったらおしまいですからね。そうですね、あと引っ張った、いい当たり、レフトの頭を越えていった。さあ、ボールがまたレフトの後方、追いつきません。打った細谷は楽々と三塁を回って、今中継地点にボールが返ってくるところ、ゆっくり一塁と変わります。バッターは8番の近藤。さあ、近藤、先ほどは貴重なタイムリーヒット。もう一度一塁牽制。ここで1点入るようだと、もうダメ押しに近いですね。いや、もう 80% ですね、ボテボテとなっているピッチャーゴロ。ピッチャー一塁間に合うか。間に合いました。その間にランナーは三塁へ。好走塁、よく見ていました。三塁もベースを離れてしまっていました。それを見た志村はセカンドから一気に三塁へ。よく見ていましたね。そうね、やっぱりこういうところの野球はしてますよね、よく鍛えられてます ね、 そうですね、でも今のセーフになってほしかったね。ワンアウトランナー三塁です。まあ、でもそれの裏にはこのピッチャーのフィールディングね。そうですね、いいね、流し打ちはレフト前ヒット。三塁ランナー貴重な追加点。ナイスバッティング。この1点は今さっき 80% 言いましたけど、ほぼ、ほぼ、ナイスバッティングは9番の市川大輝。素晴らしい流し打ちが見事に決まりました。本当にここった時に1本とかね、ここった時にいいプレーが出ますね。ドリミングの方は出ますよね。さあ、松岡さん、いよいよ最終回。そうですね、来ました。3点よりも4点ですから、ピッチャーするとすごく楽になったということね、だからあの4点目がすごい僕は後押しすると思うし、でもまあやっぱり気を抜いたらいけませんよね。何があるか分からない野球は、本当に、でもね、この先頭打者にアウトが取れると、先頭打者アウトを取れるとほぼ決まります、バッターは9番の笠井。6回を投げて、この志村は90球。多いね、ちょっと多いね、毎回ランナー出てますからね。毎回ランナー出ているんですが、その後きっちりと要所をね、しのいでいます志村。打ち上げた、サードは加賀谷。
サードフライでワンアウト。これで松岡さんのおっしゃった通りに先頭バッター 80% から 90% の、勝利が来るという、はい、ワンアウトランナーがありません。バッターはトップに戻って宮岡。3番ね、来てほしいね、そうですね、ピッチャーの海老原ですね。そう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 、引っ張ったセカンドゴロ、一塁に送ってツーアウト。アムラドルフィンズ第3回読売玉ジャビット杯優勝まであとアウト1つ。気持ちわかるけど、マウンド上志村、もう笑顔出てますよ。キャッチャーは川上、バッターは2番の西岡。いいボール来るね、はい、この辺りもしっかりと落ち着いた投球、志村、まあ、優勝っていうね、何の大会でも優勝するとは本当に一番だからね。そうですね、はい、ピッチャーゴロだ。ピッチャー志村、一塁に送ってゲームセット、まあ、試合が終わりました。4対0、ハムラドルフィンズ見事に優勝を飾りました。最後にピッチャーゴロで締めたっていうのは最高に嬉しいんだよ。う、ね、うん、第3回ズキャプテンの加賀君です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ決勝戦迎えて今日いかがでした？楽しくやることだけを考えました。楽しく、はい、ドルフィンズこのチームどんなチームですか？明るく楽しく元気よくです。ではこれからの目標何かあったら教えてください。最後の大会で優勝です。かっこいい。最後の大会というのはどちらですか？西多摩の春の大会です。はい、じゃあそちらも優勝するように頑張ってください。はい、ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございました。かっこいいです。おめでとうございます。ありがとうございます。今日のピッチングいかがでした？いや、ちょっと高めにボールが浮いてたんですけどなんとかいいピッチングができて、あと三振もたくさん取れてよかったです、ね、はい。そしてなんか今日は誕生日。誕生日です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いい日になりました、ね、はい、この日を待ってましたでは今後の目標を一つ聞かせてください。まだ今日で終わりじゃないので、これからもいいピッチングをしたり、はい、まあそう楽しくやっていきたいです。はい、はい、これからも頑張ってください。おめでとうございました。ありがとうございます。さあ見事第3回読売玉城、松岡さん今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしく。どうも失礼いたします。